逆らうボングどもに転生。うるわしの戦友たちが手の届く場所は私でよい。この幸運を逃したら罰が当たるね。彼女たちもきっと待ってるはず。色男との出会いをな。さあ行こうぜ。メゾンだ。私は私の邪魔をするぞ。笑えぬ展開だな。信用にしろ。潰されたくなければ私を買いかぶらないでほしい。ここまでは余興に過ぎない。我が力見くびってもらっては困るわ。腰つかれる。あなたは盛海に咲く一輪のバラ。艶やかな香りが俺の心を舞う。誰、汚らわしい。それ以上近づけばこの水にはすまんぞ。その冷たい言い草がまた魅力的。主演に気合ってもらえない。どうしたジョーカー、困りごとか。クッキー、良いところに。あのいやらしい人間どもを共に注視。お主の力気が測ってやるわい。私を変えたどれI'm sorry.
綺麗なバラにはトゲがあるか。もう少し愛嬌ってものを身につけてほしい。愛嬌といえば三蔵法師殿だね。近くにいるはずだ。探してみようか。腰疲れた。三蔵さん、初めて会ったあの人はあなたのことが忘れられなくて。誰だったかな。また今度ね。いや、門前払いとは失礼。ああ見えてテレ屋さんだし、顔を見れば気も変わるのではないか。裏口に回ってみようか。ご師匠様、怪しいおっさんどもだ。裏口に怪しいおっさんどもが徘徊してるぜ。それは大変。お願いして帰ってもらおうか。私でよいのか。
ょう。太陽のような子だね。あの子と話せたら楽しそうだ。ま、俺は止めはしない。おりが増えてくれば頑張るぞ。いや、かわいい、私とおしゃべりを楽しもう。真夜中に語らうの。もしや階段か。面白そうなのじゃ。待ちなさい。騙されてはいけませんよ。これがスケコマスなのです。明智十兵衛光秀、いざ参ります。私を買いかぶらないでほしい。いないもんかね。俺らの傷ついた魂を癒してくれる女性が。癒しといえば今かぐやだな。彼女とはゆっくり話したいと思っていたんだ。
年蓄えた知恵を持ってお相手いたそう。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。私で良いのか。お嬢さん、実は恐ろしい目にあって、その清純な人、私たちを癒してくれないか。はい、私は何をすればよろしいのでしょうか。カグチン、そいつらと口聞いちゃダメよ。軽薄なナンパ男は私がぶっ飛ばす。はい、アイチンがそうおっしゃるなら私もぶっ飛ばすことにいたします。癒されるどころか、ますますボロボロになってくぜ。だがタイという術、あれもどこだ。うちの小僧に下心出そうた、いい度胸だ。当然俺に乗される覚悟もできてんだろうな。こんなでっかい普通になしだろ。カクカ、顔色悪いが大丈夫か。気のせいじゃないかな。それにしてもこれは楽しい展開だよ。
無用だ。獅子の遊びに付き合ってもらうぜ。私を買いかぶらないでほしい。この国にこれほど心乱れるとは、どうしても迷いが消えない。食らいついてきやがった。その根性は買うぞ。敵もなかなか手ごわい。これは本気で挑むべきか。すると大したやつだぜ。敵将討ち取った。少し疲れた。この国は果たさねばなりません。少し疲れた。もう一度過去をやり直さねば。この悲しい定めを変えるために。まあ俺らの強いとこは見せられたし、彼女らの印象も悪くないはず。次に期待だな。恐ろしく前向きなのか、諦めが悪いのか。私は次ではなく今を楽しみたいのだけれど。まあいい、今日はあなたと差しで飲もうか。それもなかなか楽しめそうだ。よかった、勝てたようだ。